はい。今日はね、買ってまいりましたよ。こちら。じゃーん。生ビールの、アサヒスーパードライの、特別限定醸造。磨き爆芽仕込み、希少ホップ一部使用。長えな。ですね。はい。希少ホップとは世界、生産量 1% 未満のスロベニア産、ボベックのことです。原材料は爆芽とホップと米とコーンとスターチ。アルコール度数が 5.5%。スーパーで、いくらで売ってたっけ ?220 円ぐらいだったかな。で、売ってました。商品名の磨き爆芽仕込みとは、爆芽からの渋みや雑味が少なくなるよう、爆芽粉砕技術や、爆汁ろ過技術に磨きをかけた本商品独自の、仕込み方法を表現したものです。うん、磨き爆芽仕込み。だって。なんか、うまいと思う。どうなんですかね。なんか、スーパードライのあれは、だいたい、なんか、大したことない。それじゃあね、今日は豆腐、いただきます。うん。これ。このね、うまみポン酢。これ、すげえ好きなんですよ。ローソンストアで100円売ってる100円の、うまみポン酢ってやつ。これすっげえうまいから、マジで。一回買ってみ。サイズもちょうど良くて、おすすめです。ということでね、乾杯。うまいな。うまいな。なんか通常のスーパードライよりなんか麦芽の香り?ほとんど変わってないけど、通常のスーパードライよかね、これ多分コンセプトとしてはあんまり、結局あれなんだろうね。スーパードライのさ、なんだっけ、工場の3日、出荷とかなんかそういうなんか鮮度実感パックってあるじゃないですか。あれの、いわゆる上位互換なんだろうね。うん。おそらく。うん。スーパードライと本質的な味はほとんど変わんないんですよ。ただ、なんていうか、麦の香り、っていうか、この鮮度みたいなのが、すごい、ある気がする。はあ、うん。あ、瓶のやつもあるみたいですね。一応、原材料も、変わってないし、まあ、アルコール度数は 0.5% 増えてるけど。
あの、鮮度が、鮮度実感パックの、あの、感じ。なんていうかな。鮮度実感パックの、よりちょっと美味しくなった。スーパードライ。うん、美味しい。うん、12月の19日に完全予約受注制で発売します。スーパードライならではの洗練されたクリアな味はそのままに、さらに雑味のないクリアな味わいを、実現しました。いわゆる磨き麦ってことは、まあ、日本酒でいう、あれだ、大吟醸的な感じだね。ああ。日本酒でいう大吟醸だろうね。うん。まあ、あの、麦の外側を、多分、磨いてっていうか、多分削るんだろうね。削って、うん。みたいな感じですか。ただ、あんまり、あの、超うめえとか、いうのじゃない。うん。あくまでも普通のスーパードライとか、まあなんか気持ち美味しくなったような気がするぐらいの感覚です。うん。むしろなんか、あの、スーパードライの、その、苦味が若干減ってるような気がする。うん。スーパードライの本来のその、ちょっとしたその、苦味とか、雑味みたいなのが、減ってる気がする。そんなに美味しいとは言えないですね、これね。なんやかんや言って、あの、普通のスーパードライの方がうまいパターンは十分にあり得る。まあ、これもほとんどあれだね。これも、普通のスーパードライと飲み比べてないと多分わからない、違いはほとんどわかんないですね。スーパードライのこの鮮度実感パック。3日以内工場出荷ってやつ。まあこれに近いよね。実に。あの、一口目飲んだ時の、あの、これをね、あの、一口目が恐ろしいほど、こう、ブワーって、うまいんですよ。その麦芽の香りと。ただ、あの、鮮度実感パックも、これと同じ一口目がすっげえうめえ。で、二口目以降、あれっていう。なんか、舌が慣れちゃったのか、いきなりなんか、あれ大したことねえな、みたいな感じになってるんですよね。それは、結構ありますね。
まあなんだかんだ言ってやっぱりスーパードライはもう多分スーパードライで一番うめえのはやっぱ鮮度実感パックでしょうね。値段的にも多分鮮度実感パックってそんな変わんないですよ。多分普通のスーパードライと。1650円。6本入りで1650円。え、1650円高っ。え、ちょっと待って、高くね？あれ？スーパードライ。鮮度実感パックって値段高いの？もしかして。まさか。え、ちょっと待って。これ鮮度実感パックの方が高いなんて言ったらお前あれだぞ。これ買わないぞ。いや、買うんだけどさ。もしかして、定価が、鮮度実感パックの方が。希望商売価格は設定してありません。っていうことは、スーパードライに定価がないのか。鮮度実感パックは一応定価があるみたいだけど。ちょっとググってみるか。あ、ちょっと高いかもな。鮮度実感パック。あ、ちょっと高いかも。値段。おそらく鮮度実感パックは若干高いんじゃないかと思います。アサヒショップ、アサヒのショップがあるんだけど、あ、そこではあれなんですね。ダメですね。アサヒのショップだと多分こっちの方が高いんですよ。で、鮮度実感パック6本で、1650円で、350cc の24本入りで、1ケース5400円。だから、多分ちょっと高い。普通のスーパードライか。高い。アマゾンだと、24本入りが4850円だから、4850円でしょ。で、アマゾンで、普通のスーパードライが24本入りで、4675円だから、あーでも、誤差というか誤差レベルですね、これ。4850円でしょ。100円ぐらい高いんじゃない？一ケース24本入りで200円ぐらい違う。まあ、ほぼ誤差ですけど、まあ、でも。5% ぐらいは増されてんじゃないか、多分。おそらく。
多分普通のスーパーで買うと、スーパードライって一缶だいたいいくら ?180 円か190円ぐらい。でしょ。180円ぐらいかな。まあ、180円ぐらいって言っても、その後それに税がかかるから、実際はやっぱ200円ぐらい。実際1本200円ぐらいなの。そういうこっちゃね。もう本当にあのさ、スーパーとかでさ、表示価格統一してほしいよね。安いんだか高いんだかさ、8% の税込み価格に表示してるさ、スーパーもあればさ、税抜き価格で表示してるスーパーもあるわけだよ。あれ法律でもう、あれしてほしいよね。きちっと決めてほしいよね。ややこしくてしゃあない。本当に。高いんだが安いんだがよくわからん。もう税込み表示に統一してほしいよね。税込み表示に統一してほしいよな。税抜きだとどれぐらいになるのか全然わからん。いちいち計算もしてられんし、税込み表示で統一してくれ。マジでムカつくわ。ややこしい。鮮度実感パックはだいたい約ちょっとだけ安いで高いですね。雰囲気としてはね。うん。まあ感覚としてはこれもほとんど鮮度実感パックと大して変わらないということです。味としては。で、しかも220円ぐらいしたんで、まあ。買う価値あるかっていうと大してない。大してないっすよね。大して買う価値あるかって言うとないよな。うん。やっぱりスーパードライの、あれだろうね。鮮度実感パックがやっぱ一番だろうね。うまさとしてはね。まあ。鮮度実感パックは毎月発売するっぽいんで、まあ、うん、店舗は限定されてるっぽいですけどね。今日28日だ。今日28だね。2244です。ご視聴ありがとうございました。